はい、こんにちは、レトスノールです。明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いいたします。で、まあ、早速なんですけれども、1月から、宅建合格するために、どのようなスケジュール感で行ったらいいのかっていうことをちょっとお伝えしようと思うんですけれども、まあ、1月1日でね、まあ、勉強してる方ってあまり多くないと思うんですよ。まあ、非日常になるので、まあ、ちょっとね、年末年始っていうのは勉強しづらいんですよね。毎日、こう、仕事があって、ってなってくると、その、毎日ルーティーンなので、まあ、勉強時間決まっていたら、その時間になったら勉強するってなるんですけども、この年末年始っていうのは大体休みとかで、まあ、テレビ番組も特番になっていたりとかしてですね、一回つけちゃうとですね、意外と面白くて、見続けちゃう。で、ちょっとゆっくりしようかなって思うと、一日が終わっちゃって。で、三が日ももう終わっちゃうと。いうことになっちゃうんですよね。で、1月4日から、じゃあ勉強できればいいんですけども、その3日間ずっと休んでしまった結果ですね、勉強の習慣が崩れてしまって、また勉強できないと、いうことで、ずっとね、勉強できない状況が続く方、意外と多いので、注意していただければと思います。で、今回お伝えをする内容っていうのは、もう結論から言うと、試験日まで約10ヶ月あるんですけども、そんなに時間がないですよってことをお伝えしたいんですね。で、これ気づいてる方ってあんまり多くないと思うんですよ。10ヶ月あったらまだ大丈夫だろうって思ってる方ほとんどなんですよね。で、実際去年、10月から受講していただいた方で、今年何点だったかな？今年じゃない、去年か。去年の試験で、まあ、その方10月試験だったんですけど、45点とか6点だったかなぐらい取った方がいらっしゃるんですね。その方からメールいただいたのは、まあ、その方不動産会社勤めている方なんですよ。で、周りの人が未だに全然勉強してないと。まあ、年末の時にメールいただいたんですけども、全然してないというので、その方が大丈夫かなって不安になりますっていうメールいただいたんですよね。で、その方はもう10月の、試験終わった直後かな。去年、おととしの、試験が終わった直後に受講していただいて、もう丸1年ですね、勉強していただいたんですけれども、その方はもう試験が終わった直後から、もういきなりエンジンをかけてやってくれたんですよ。だからこそ、45点、6点っていう、高得点で合格していただけたんですね。で、別に、その高得点を目指す必要は別になくてですね、まあ合格点ギリギリでいいわけなんですね。まあ38点とか取れればもちろんいいんですけども、余裕を持ってやっぱ合格したいじゃないですか。つまり、多少ミスをしたとしても合格したいですよね。まあできるだけ確実に合格したいということです。で、そのためにはやはり42、3点ぐらいのやっぱ実力って持っておいた方がいいんですよね。で、そうなってくると、その今からじゃあ10ヶ月でそこまで持っていけるかっていうと、なかなか難しいんですよ。で、これなぜかというとですね、ちょっと見ていただきたいのは、これ弊社の個別指導で使っている、計画なんですね。で、ちょっと名前の方はですね、伏せさせていただいて、もう丸々にしておきました。で、1月1日からこう始めるわけなので、まあ弊社の個別指導だと、今日何をしなければいけないのかっていうのが、1日単位でこう記載されているんですね。ちょっと見づらくてすいません。まあ1月1日はじゃあ意思表示ですよっていった形で、過去問のページはこのページですよと、1ページから9ページまでやってくださいね。みたいな感じでこう書いてあるんです。で、これ見るとですね、2月20日、2月20日までで権利関係が一周する計画なんですね。で、宅建業法は2月21日から、3月9日までですね。3月9日まで。で、法令上の制限は3月10日から24日、3月24日まで。で、税その他が4月5日まで。といった感じで、まあ、計画立てているんです。で、これをちょっと、ホワイトボードに移すと、だいたいこんな感じなんですね。権利関係で2ヶ月。宅建業法で1ヶ月。法令上の制限で、半月。まあ、約15日ぐらいですね。で、税その他でも15日ぐらい。これで一周する計画なんですよ。一通り弊社の個別指導の教材一式を、まあ、一通り行うっていう感じなんです。だから今からやっても終わるのって一周を終わらせるのに3月末までかかる。つまり、まあ、3ヶ月かかって一周終わるんですね。で、じゃあ一周やったからといって頭に入りますかって言ったら、まあ入らないんですよ。絶対に入らないです。天才でない限り、一回で頭に入れることは不可能です。だから、まあ、2週目を行うわけですね。で、2週目について言うと、まあ、4月から5月末までの2ヶ月間で2週目を行います。で、これ1週目は3ヶ月かかったんですけども、2週目っていうのは、まあ、比較的、早くなるんですね。1週目よりもやっぱり早く進むことができます。1回やってるだけに。
なので、2ヶ月終わらすとなると5月末ですよね。で、じゃあ2週やって頭に入りますかってちょっと自分自身に問いかけてみてほしいんですよ。もう私はですね、意外と昔から勉強はしてきた方なんですね。だから、2週で頭に入るっていう計画は絶対立てないんです。なぜかというと、私自身記憶力はすごく悪いんですね。だから2回で頭に入るっていうことを前提として考えてないんです。まあ、4回5回ぐらいやることを前提として計画立てるんですよね。まあ、これはもう人によります。実際弊社の個別指導の受講者さん見てても2週で頭に入る方いるんです。います。まあ、一般的には3回ぐらいかな、3週ぐらいやって頭に入るぐらいだと思います。で、私のようにやっぱり記憶力がね、乏しい方だと、まあ、4週5週ってこうやっていくって話になっていくんですけども、一般的にやはり3週ぐらいやってほしいので、まあ、3週目のじゃあ計画も立てるとなると6月7月また2ヶ月ぐらいやっぱかかるんですね。で、そうなると3週目が終わるのが7月末なんですよ。となってくると、もう8月入ったら模試じゃないですか。で、最後の仕上げを行うって話になってくるので、もうこれギリギリなんですよね。こう見ていただくと分かる通り。で、私自身はお客さんに対してこう計画をね、一人一人作っているわけなので、毎日計画見るんですよ。そうすると私が不安になってくるんですね。この人大丈夫だろうかとか。この流れで行ったら間に合わないよっていうのをやっぱり思うんですよ。まあもちろんお客さんに伝えます。今の流れで行ったら今年の試験間に合いませんよということをお伝えします。でもこの動画見ているあなたは、まあそうやって言ってくれる方ってあまりいないと思うんですよね。となってきた時に自分自身で計画を立てて、自分自身でこの時間のマネジメントをしていかないと、時間管理をしていかないと、試験半年前になって、あ、間に合わないってこうなっちゃうんですよね。もしくは1日の勉強量がめちゃめちゃ多くなるとか。もう時間的に不可能みたいなことになっちゃうんですよね。だからそうならないためにも今一度計画を立てていただいてちゃんと勉強していただきたいんですよね。計画っていうのは小さな目標なんですよね。小さな目標をこなしていくことで大きな目標、合格っていうものを勝ち取ることができますので、ぜひ計画立ててみてください。まあ、弊社の個別指導だったらこれ1日単位なんですけども、1日単位がめんどくさいっていうのであれば1週間単位でも全然構いません。1週間後にどれだけやんなきゃいけないのか、どこまでやらなきゃいけないのかっていうところを明確にしておけば、ある程度目安になりますので、ぜひ計画立ててみてください。で、計画の立て方については別途動画ありますので、まあ、そちらも合わせてですね、この動画の最後にお知らせいたします。またこの動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。